15年前のことが嘘みたい。ずっと遠い昔のよう。もう使うこともないのかもね。だといいんだけどな。ケベスの女王は解放してない。戦いは終わってないって？このままじゃダメなの？兵士たち戦ってるんだぜ。今この時も。私はこの今が続くのならそれでもいい。本気か？じいちゃんが聞いたら卒倒するぞ。それ両軍の兵士が私たちのルーツだってのは知ってるよ。でもね、私たちは私たち、メビウスと兵士たちはメビウスと兵士たち、共存ができないわけじゃない。共存って、お前。お互い干渉さえしなければ戦いは起きない。それがこの15年だったんじゃないかな。マシューって全部じゃないとダメなの？え？私にとってはあの子たちが全て。余裕なんてないよ。その意気込み、このレックスが引き継いだ。あ、無事か？はい。立てるか？ニコル、戦えるな。お前もだ、カギロイ。考えるのは後にしろ。今はこれが現実だ。小僧って。お前はメビウスをやれ。同時だ。はぁ、同時？行くぞ。おい、いきなり。仕方ねえ。鬱陶しいんだよ、お前は。いいタイミングだったね。助かったよ。真打ちは後から登場ってな。しかし妙だな、こいつ。うん、日時計が2つだが兵士はいねえ。裏がありそうですね、先生。メビウスの中に様々な日時計を実験的に作り出している者がいると聞いたことがある。リンカ、ちょいと調べてくれるか？わかりました。この件については小隊を編成して対処させます。頼む。さてと、
こいつらは？シティの生存者らしい。ほう、ウロボロスパワーはそのせいか。こっちの兵士は誰が解放した？ふん、面白くなってきたな。それはそうと、お前がいてなんでメビウスに襲われる？そいつだよ。保護してやったのに敵に居場所教えやがった。お前は。仲間のところに戻りたかったのか。俺たちを犠牲にしてでも。違う。知らなかったとか言うなよ。結果を想像できてたはずだ。お前はただ見ないふりをしただけだ。お前言うの？ん？敵にお前呼ばわりされる筋合いはない。こんなの誰も頼んでない。あと少しで成人だったの。仲間と一緒にここまで来たのに、必死で戦ってきたのに。二つ言っておく。一つ目、お前の敵はあいつだ。二つ目、お前に仲間はもういない。あ、俺らはどうしたらいい？状況的にあんたらが敵じゃないってのはわかるけどよ、なんつうかこうな。どうもこうも、これからは一緒だぜ、マシュー。ディロン、お前生きてたのか。俺も同じことを言ったよ。よく無事だったな、マシュー。テントを用意させる。積もる話はそこでするといい。そいつはありがてえ。ずっと野宿だったからな。明日僕らの拠点へと立つ。君たちさえよければ堂々してくれると頼もしいんだが。構わねえが、いいよな。って感じだ。助かる。で、その拠点って？あんたらの素性もうちっと詳しく。それは道すがら説明しよう。急ぐ必要もないだろ。ああ、まあそうだけどよ。わかった。じゃ、そういやリベレーターだっけ？一体どういう集団なんだ？リベレーターは僕とレックスがメビウスと戦うべく結成した抵抗組織だ。あんたたちもメビウスと戦ってたのか。ああ、この世界の解放、本来あるべき姿を取り戻すためにね。だが今は他にやるべきことがある。やるべきこと？君やディロンのようなシティの人間、命の日時計から解放された兵士たち、彼らを救出し保護することだ。現在のリベレーターはそれを最優先事項として活動している。うん。結成当初は僕とレックスに加えてわずかな仲間しかいなかったが、次第に保護した人たちが協力を申し出てくれて、おかげで今じゃ結構な大所帯だ。と、そろそろ見えてきたね。あそこが僕たちの仮設キャンプだ。
さあ着いたよ。ひとまずここなら安全だ。あそこのテントを使うといい。君たちのために用意させておいた。ああ、ありがたく使わせてもらうよ。久しぶりに屋根のある場所で眠れるぜ。ここにいる仲間には事情を話してある。取って食いやしねえって。そう言われて信用すると思う？いいから飯でも食って落ち着こうぜ。腹減ってるだろ。別に私は。今はゆっくり休むといい。見張りは僕たちがやろう。拠点は翌朝に出発する。疲れを残さないようにしておけよ。それじゃあまた。ないですよ、先生。ん？あの言い方はないです。ありえません。んなことはわかってるよ。私たちにはしませんよね。もっとこっちの立場に立ってくれるのに、どうしてです？距離が近いとそうなるんですかね。分かってんなら言うなよ。っていうかさすがだな、リンカ。一目で分かりました。似てますもん、とっても。だよな。いつかとは思っていたが、まさかこのタイミングとはな。向こうもそうみたいですよ。向こうって本当か？パナセア、そうじゃないかって言ってました。そうか、因果と言うべきか、縁と言うべきか。いい装備だね。よどみのない関節の動き、滑らかなモーターの駆動音。人殺しの道具ですよ、これ。なのに褒めるんですか？確かにね。ほう、エクイテスのパルス駆動機じゃないか。道理でいい音がするわけだ。シリンダーとの併用か。看護寸法もぴったりだ。ちょっと勝手に。君が作ったのかい？もう昔から機械いじりが好きでね、見てるとつい。あのさっき助けようとしたろ、こいつでさ。道具は所詮道具、使う人間次第。そうは思わないかい？人を殺すのも、人を助けるのも。その腕、昔戦いでね、このリクに作ってもらったんだけど。けどなんだ、もなんか含みのある言い方も。悪くはないよ、悪くはないけど、ちょっときしみがね。それ悪いって言ってるもん。あり合わせの材料で作ったんだから無理言うなもん。ちょっと見せてもらってもいいですか？やっぱりこれ間にシムが入ってないですよ。だから音がするんだ。確か厚みの合うパーツが。何？もう逃げないよ。逃げるとこなんてないからね。僕は
良かったって思ってる。ん？君と戦って。意味わかんない。戦わなきゃここにこうしていられなかった。こっちはいい迷惑なんだけど。よく笑われた。はあ？僕ブレイド出せないから、役に立たないから。ふん。笑った人たちはみんな死んだ。そう、よかったじゃない。せいせいしたでしょ。僕なんかが生き残った。生き残っちゃった。だけどここなら役に立てる、そんな気がするんだ。本当は誰と戦わなきゃいけないか、それだけは分かったから。ニコル。もう一つ良かったこと。あの時君を殺さなくてよかった。バカじゃないの？あんたなんかに私が負けるわけないじゃない。こうして仲間になれた。バカだよあんた。おっす、今日もいい天気、いい朝だ。いや、雨が降り出しそうなほど曇ってるぞ。おはようございます。おはよう。おお、お前が挨拶だなんて。雨でも降り出すんじゃないか。だからそう言っている。ひょっとして俺のこと気に入ってきたりなんかしちゃってる？こっちは神聖のバカかよ。いいね、いいよ、よくなってきた。おはよう。疲れは取れたかな？ああ、おかげさまでな。久しぶりにぐっすり眠れたぜ。そいつは結構。俺たちの拠点までまだ先は長いからな。リベレーターの拠点か。どの辺にあるんだ？そこの崖を登って、あとは道なりに進めば見えてくるよ。へえ、どんなところか楽しみだな、カギロイ。別に興味ない。相変わらず素直じゃねえな。僕はちょっと楽しみかな。お、だよなニコル。カギロイはノリが悪くってな。こいつうっさいんだけど。じきになれる。拠点にはシティから避難してきた人たちもいる。着いたら無事を知らせるといい。きっと喜ぶよ。ああ、ぜひそうさせてもらうぜ。さあ、おしゃべりはこれくらいにして出発するぞ。おう、